色画用紙を使って冬の街角を作りましょう。建物にしたい色の色画用紙を用意します。画用紙は切れ端でも構いません。それを四角や長四角に切ります。小さい長四角は煙突で、茶色の長四角はドアです。これに雪をかぶった屋根を乗せます。白い画用紙を三角や台形に切って作ります。煙突の上にも雪を乗せましょう。水色の画用紙を小さく切って窓を作ります。丸い窓はシールを使いましょう。小さい窓を貼るときには綿棒の先に液体のりをつけ、綿棒に窓の紙をくっつけて拾い上げ、それを貼っていきます。のりが足りなくなったら付け足して貼っていきましょう。建物の色がバラバラですが、窓やドアの色を揃えることで統一感ができます。2階建て3階建ての家は間に線を描くとアクセントになります。画用紙が濃い色の場合は黄色やピンクなど白っぽい色を使うとはっきりと見えます。家ができたらずらっと並べて冬の街角を作りましょう。大きく飾って中心に持っていくのもいいし、もっと大きな壁面飾りの一部としてアクセントに使ってもいいですね。